皆さんこんばんは、マキシです。今週も始まりました、隣にいたいよの時間です。皆様今週はどんな1週間でしたでしょうか。お元気でしたか。マキシはとても元気です。今日もやっていきたいと思います。今日はね、昨日さ、月がめっちゃ綺麗じゃないですか、じゃなかったですか。てか最近すっごいね、月がね綺麗な日が多い。やっぱりね、お月見のね時期だからね、もう毎夜毎夜月を楽しんでいます。今日もね、うちのねカーテン開けて窓越しからね見える月がとっても綺麗なので、とっても綺麗な月を見ながら放送させていただいております。それではそろそろ参りましょう。マキシの隣にいたいよ。改めましてこんばんは。広島を中心に活動しているシンガーソングライターマキシです。いやさっきさ、いやめっちゃ元気ですって言ったんだけどさ、本当はさあんま元気なくてさ始まる5分前までちょっとあんま元気なかったんだけど、ちょっと小腹空いたなと思って、キノコの何だったっけ、キノコの山、タケノコの里をねちょっとね、なんていうの、つまみ食いしたらなんかめっちゃ元気になりましたやっぱ甘いもの大事だね。というかお腹減ってたんだなって思いました。あ、すごい元気になりました今。はい、元気意味が分かりませんね。はい、やっぱりね、元気ない時はご飯を食べようかなって今日、今すごいこの5分の間でめちゃくちゃ思いました。はい、今日も、マキシはとても元気にお届けしたいと思います。皆さんも元気ですか。元気出していきましょう。よろしくお願いします。マキシの隣にいたいよ。この番組はシンガーソングライターマキシがご飯を食べてとっても元気なので、皆さんにもこの元気を分けたいという気持ちで放送している番組です。毎週水曜夜10時にマキシのお家からお届けしています。マキシの隣にいたいよ。今夜語ってみました。はい、今夜語ってみましたのコーナーです。このコーナーはマキシが好きなことや興味のあることを皆さんにただただ語るというコーナーでございます。そして今夜もマキシは語ってみたいことをただただ皆さんに語っていこうとちょっといい声でいいこと言おうと思ったけど同じこと言っちゃったからいいや。はい、今夜語ってみるのはこちら、マキシの最近キュンキュンとしたものについて。イエイ。いや皆さんキュンキュンしてますか。いやでもね、男の人ってあんまキュンキュンするっていう感覚が分かんないっていう人が多いと思うんですけど、マキシはねもうねキュンキュンする生き物でございますなんかさ、やっぱりさ嬉しいことがあったりさ、なんか好きなさテレビ番組見たらさ、うわー嬉しい、ハッピーってなるじゃないですか。そのね感情をマキシはキュンキュンと呼んでおります。皆さんもそのうわー楽しい、ハッピーな気持ちのキュンキュンを感じたことがあるでしょうか。どういうのかわかんねえよっていう方はね、今夜マキシが語ることでね勉強していただければなと思います。それでは早速語っていきましょう。マキシが最近キュンとしたもの、その1、100均。はいなんやねんってなりましたよね。はい、ダイソー、皆さんダイソーってご存知ですか。100円、だいたい100円でね安いものをねいっぱいたくさんね売ってくれている便利な便利なお店でございます。マキシのさ地元にもさ100均さ
とか家の近所にさ、なもう自転車で行ける距離の100均がさ、もう4カ所ぐらいあるんだよ。あ、全部ダイソーなんだけど、ダイソーがさもうやってくれるんだよね。まあ何にキュンキュンしたかって言いますと、まあ私やっぱり一人で生活していて、一人で自分でお金をね管理しているので、いや節約もね結構気を使ってます。お金をね大事にしなきゃって思っているんですけど、もう百均様にダイソー様に行けば何でも揃うわけよ。例えば最近買ったものは、まずね日用品ね、ゴミ袋とかすっごい生活感のある話。あとさ、ゴミ、ラップとかもそうだし、あとはちょっと出てこんな。日用品はねもう結構ダイソー様にねお任せしております。すぐ捨てちゃうものね、生ゴミ入れるやつとかさ、もうすごい個人的な話だ。まあ、それはもちろんねもう日々ダイソー様にお世話になってるんですけども、その中でもねもうキュンとしたものがあってね、ねダイソーねもう最近ね女子に媚び売りまくってるんですよ。メイク用品とかね、イヤリングとかね、ピアスとかね、あとはアクセサリー入れとかも売ってるんですけど、そのね私の近所にある一番綺麗なダイソーがね、もうアクセサリー入れがねめっちゃ可愛くて、しかも100円なんですよ。どうしたらいいねえ。ごめん、すごい今日も今日とて一方的に語っておりますが、皆さんダイソーご利用されることありますか？あんまりしないかな。あとさ、ダイソーもさお菓子とかさジュースとか売ってくれててさ、100円でさカップラーメンが買えた日にはさ、もう節約大好きのマキシちゃんは走っていくよね。あー今日ご飯作ってない、ダイソーカップラーメン食べよう、100円ラッキーみたいなね感じでございます。いつもお世話になってますダイソーさん。テーマソング等必要な場合はこちらまで連絡していただければ、速攻を作りますのでどうぞよろしくお願いします。ダイソー様関係者にね、関わりがある方はぜひマキシを紹介していただければ、百均を誰よりも愛する女マキシでございます。どうぞよろしくお願いします。あ、サリエルさん、基本価格は110円だが最近たまに220円330円の商品が混ざってたり。そうですね、私でも500円のやつとか見ました。ダイソーもうそれは100均じゃねえよ、500均だよって思いますよね。いやでもねそれでも安いんですよね。220円でこれ買えちゃうのみたいな商品が買えるのでいいですよね。セリアもええよ、ええー、ですよね。某ねシンガーソングライターのねなちゃんがねセリアのねそれ隠れてるからこれ、某シンガーソングライター、広島のシンガーソングライターのねなちゃんがね、セリアのネイルがすごい可愛くておすすめですって言ってね、めっちゃ動画見せてくれるんですよ。もうそれが可愛くて、なちゃんもねセリアのねご愛用らしいですよ。はい、こびまくり、そうこびてなんぼよ。はい、というわけでやっぱね楽しい好きなもの語っちゃうと長くなるので、どんどん次行きたいと思います。マキシの最近キュンとしたものその2、ポメラニアン。はい、皆さんポメラニアンという生き物をご存知でしょうか。犬の種類の一つですね、ポメラニアンですね。もうねもうこれこそ今日の中で一番ねキュンっていうね言葉が一番似合うんだけど、ポメラニアンは可愛いんです。よくさツイッターとかで犬猫の可愛い動画みたいなのが回ってくるんですよね。私もねツイッターやっておりますのでね、その中でね猫ちゃんがね、飼い主に甘えてる姿とかね、犬がねなんか寝相が悪いみたいなね動画とかがいろいろあるんですけど、もうその中でもうポメラニアンが私の心を破壊してくるんですよね。めちゃくちゃ可愛い。何が可愛いって、まずちっちゃいんだけど、ふわふわなのよね。ふわふわで目がまん丸なんですよ。でほっぺがぷくっとしてて、なんかもう美人なんですよねポメラニアンって。そのポメラニアンが走り回ってたりとか、
ね、甘えてきたりとかする動画を見て、いつも私の心臓がぶち抜かれています。あー可愛い、どうしようってなりますね。可愛いんだよ。みんな見ないか、そういうの。逆に皆さんは、あー尊いみたいな瞬間あるの？そういう感情ないの？あの前聞いたらさ、あのライブハウスの店長さんとかに聞いたら、そんなはないよって冷たくあしらわれました。まあそういうのいう話は置いといて、あの特にねポメラニアの中でも、あの白色のねポメラニアが一番好きで、あのポメラニア白で検索してください。めっちゃ可愛いのが出るんで、すごいねタヌキにね顔が似てるんですけど、なんかもう守ってあげたいってなりますよね。今は飼えないんですけど、絶対大人になったらポメラニアン飼うって2年前ぐらいから決めてます。はい、あのあもう語りたい、あのね、あの初めてポメラニアンに会ったのがめっちゃオタクみたいになった。初めてポメラニアンに会ったのが、あの友達のね、あの車の中にいたですけど、犬がでね、その車の外からね私見てたんですよ。そしたら友達の車が迎えに来て、でその後部座席になんか白いモフモフ、白くない茶色いモフモフがこうぎっしりと、潰れていたんですね。何かなと思ったらポメラニアンっていう犬で、そのポメラニアンっていう犬を知らなくて、何このモフモフみたいな。でもうね、そ結構クールな友達で、あの結構毒舌な友達なんですけど、その友達がね、なんか気持ち悪いぐらいデレデレしてて、かわいいやろーみたいな感じで、何この人って思うぐらい、その友達のね、人の人格すら変えてしまうメロメロのポメラニアンに会ってしまったのがね、もう初めての出会いでね、あのその友達がデレデレしてるっていうね、あのなんていうの、もう異常さ、異常なデレデレ度に引いたっていうのと、あのポメラニアンに初めて会った日の、あの衝撃が今でも忘れられません。はい、ちょっと長くなったね。ポメラニアン見て可愛いって近寄ってる女子、あざと可愛い。おい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 。あざとくないですよ、みんなポメラニアンのこと好きなんでね。はい、犬は世話できるか分からなくて飼うのやめました。そうですよね、世話できるかも怖いし、最後のねいつかは絶対別れが来ちゃってるのもね怖いんですけどね。それでもね自分のポメラニアンが欲しいですね。やっぱり画面の中のポメラニアンでなく、自分にだけ懐いてくれるポメラニアンを募集しています。はい、次に行きたいと思います。はい、マキシが最近キュンとしたもの、最後その3、お酒。はい。いやちょっと恥ずかしいな、これはもうねちょっと定番というか、マキシの中ではもうね最近とかではなくて、もうね20歳になった日からねずっとときめきさせていただいているものなんですけども、お酒でございます。最近は特にあまり外で飲めなくなってしまったので、あの飲む機会とかがあればもうキュンキュンギュンギュンしてしまいます。最近あのね、この間はさヨーグリトだったっけヨーグルトのお酒にハマっていたんですけど、最近ちょっと変わりまして、最近はねスミノフっていうねお酒があるんですけど、そのスミノフ様にハマらせていただいております。はい。あとはねやっぱ梅酒ですね。梅酒も美味しいし、あのなんだろう、お酒を見たらまずテンションが上がるじゃないですか。プラスでお酒を飲んだ時のやっぱ幸せになるじゃん、気持ちが。あ、酔いやすいんですけど、とてもなんかその時にお酒を飲んで酔っている時に見たものとか食べたものとかがの幸せ数値が通常の3倍になるんですよ。なんだろうなんか普通に唐揚げ食べる時とが、まあ、100嬉しいだとしたら、お酒飲んでる時に唐揚げ食べたら300嬉しいになるんですよね。でそれぐらいなんかこのときめき指数をもう高めてくれるんですよ、私の中で。お酒ってやばいやつだ。やばいやつになっていることを自覚しているけど語るのはやめないわ。あのお酒ね、何なんですかね、あのすごく、まあ、良くないよね、依存
依存、お酒依存症とかになっちゃって怖いかもしれないけど、お酒を飲むとハッピーになるっていうことだね。うん、あと美味しいからついつい飲んでしまいます。あとね、友達とか好きなねことね、飲むお酒がやっぱり幸せだなって思います。美味しいご飯をね3倍美味しく感じさせていただいてます。嫌なことも忘れさせていただいております。あのお酒いつもありがとう。コウジさん、お酒はトム松原くんの影響では、あ、トムさん、そうですね、トムさんもすごいね、お酒の話になるとねノンストップトークになっちゃうんですけどね。まあでもね、あの残念ながらトムさんと飲むねお酒の種類がね全く違うのでね、話が噛み合わないでございます。でもよく教えてもらってます、おすすめのお酒。言わなくても知ってた。お酒はねいろんな味があるからね。そう、いろんな味があるから美味しいよね。日本酒が一番うまいね。おお、トムさんだ、第2のトムさんがいる。ボッカの炭酸割りのやつだっけ、スミノフ。あ、そうなんですか。何も知らない。あのパッケージが可愛いという理由で ハマり始めたんだけどね。あれに夢中になったらのんべ確定。そうなんですよね、パッケージが可愛い、あのスミノフ。すごいしょうもない話の、あの着地になりました。はい、あとね、なんかフィズ系を最近飲みます。ピーチフィズとかね、甘いねお酒も大好きでございます。はい、私は基本的に甘いお酒をいっぱい飲みます。最高、今日も終わったら飲もう。というわけで、今日は、ワキシが最近キュンとしたものについて語ってみました。ありがとうございました。以上、今夜語ってみましたのコーナーでした。マキシの隣にいたいよ。コメントタイム。さてさて、この時間はみんなのコメントを読んでいく時間です。どんなことでも構いません。コメントをしてみんなで盛り上がりましょう。皆さんに聞きたいのは、まずみんながキュンとするものがあるかないかどうかを聞きたい。あと、そうね、あとはあのみんなの好きなお酒とか、みんなの好きな犬の種類とか、あのみんなの好きなあの百均百均はないか、みんなの好きな百均はね、うん。みんなの最近キュンとしたものを教えてください。ちょっとお茶を飲みます。はい、キュンとしたものね、なんかね、でも最近キュンとしたものっていう今日テーマだったんですけど、キュンとねしやすいんですよね、マキシは。なんかさ、まず音楽、好きな音楽聞いたらキュンとしてしまうというか、もうテンションが上がってしまうわけですよね。それもキュンだし、あとはね、あの韓国ドラマの恋愛ドラマを見たらね、もうキュンキュンが止まりませんでな、でにゃ。新しい語尾を作ってしまった、でにゃでございますね。はい、キュンとしたもの、うちのうさぎかな。うさぎを飼ってるんですか、初めて聞いた。うわあ、それはもう可愛いですよね。何色ですか、ピンクかな、白ですか、名前はなんて言うんですか。いいな、うさぎもね、あの昔ね、広島のね、うさぎ島っていうところがあってね、うさぎがめっちゃいるね、島にね、奥の島だったかな、うさぎ島にね、いたんですけどね、うさぎかわいいね。あ、奥の島か、はいはい。お酒はビール以外なら飲みすぎる。飲みすぎる、ビール飲めないんですよね、なぜなら苦いから。いやでもね、飲みすぎちゃいますよね、わかります。あとで次の日に後悔するんですよね。その日の私は教えてくれないんですけど、次の日の私が、あの日は飲みすぎたよってね、体で教えてくれるっていうね、辛いね。3匹いるのウサギ、そうなんですか。いいな、欲しいわ。見分けつくんですかそれ。つくか、そりゃ自分の飼ってるウサギですもんね。同じケージで育ててるのかな。いいな、ウサギは幸せですね。今もある、
どこの話の今のある、あ、今もある大久野島、うん、はい、ネザーランドドワーフとミニテキスとロップイヤー、へえ、ウサギにもいろいろ種類があるんですね。あ、そうね、はい、コメントありがとうございます。ちょっとね、今日はマキシが語りすぎてしまったせいでコメントタイム短めになってしまいましたが、この辺で、締めさせていただきます。次のコーナーに行きたいと思います。次のコーナーこちら、心のリクエスト。はい、このお時間はマキシが心を込めて皆さんからのリクエストにお答えするというコーナーですが、リクエストの方をね、お題を募集をね本日しておりませんので、今日はね、昨日がさ中秋の名月、十五夜お月様の日だったということで、月といえばこの曲、マキシの月明かりの下でよ。せっかくなのでね、今日もね、今日もすごいとても月が綺麗だったので、この曲をみんなに聴いていただこうかなと思います。まあ今日は、マキシの歌いたいリクエストということで、お届けしたいと思います。ちょっと準備します。皆さんこの曲は聴いたことありますか？マキシの曲の中で月に関する曲でございます。月が綺麗な夜にね、好きな人と歩いたよっていう歌なんですけど、まあ、この曲についてのね、あれや裏話はね、アフタートークで話そうかなと思います先日のマキシの主催ライブ、9月5日にやった主催ライブでね、この曲をね、シンガーソングライターのナミヤンちゃんがねカバーしてくれたんだよね。でその時にさ、いつも私はが歌ってるキー、わかる、音程のちょっと低い音で歌ってくれたんだよね。私がいつも歌ってる音の一個低い音で歌ってくれて、キーを下げて歌ってくれてね、それがねめちゃくちゃ良くてね、私もうこの曲ナミヤンちゃんにあげようかなと思うぐらいめちゃくちゃ良くてあ、この曲キー一個下げてもめっちゃ綺麗なんだなと思って、今日はねちょっといつもライブでやらないキーで歌いたいと思います。特別バージョンでお届けします。では月明かりの下で。月明かりの下で、あてもなくたった歩く二人、ゆっくりな歩幅が合う、あなたの優しさに触れたいんです。今夜だけは、今夜だけは
誰も知らない秘密、離れ離れの賭けをつなぎたいの、静かな夜の月、どうかずっとずっと照らしていて、ああ今夜だけは、今夜だけはいいでしょう、で月明かりの下ででした。というわけでお届けいたしました、マキシの隣にいたいよ、いかがだったでしょうか。はい、時間が、終わりの時間が近づいてまいりましたので、今日も参りたいと思います。こちら告知タイム、9月27日セカンドクラッチさんの方でイベントさせていただきます。こちらはね、クラッチ女王杯といってね、可愛い女の子たちがいっぱい出演しますので、よければぜひ見に来てください。会場が17時45分、開演18時です。そして10月の5日、こちらは、セカンドクラッチさんの主催ですが、ライブ集南さんで、ライブライズ集南さんでイベントさせていただきます。こちらがね、会場が17時45分、開演18時となっております。楽しい一日にしたいと思っております。広島のかっこいいバンドが、ね、いっぱい出ます。お楽しみに。そして、10月8日、これをね、延期を重ねた、マキシとひなちゃんのツーマンライブでございます。もう言わずもがな、広島テーブビーさんでイベントさせていただきますので、配信もやってますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。そして、10月の13日、これ新しい情報です。なんとマキシ、ついに福岡の小倉の、イベントに出させていただきます。イエイ。10月の13日、会場17時15分、開演17時45分で、いつもお世話になってます佐々木のゆ高幸さんと、高橋直樹さんとね、一緒にイベントさせていただきますので、こちらね、ぜひお越しいただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、10月も目白押しでございます。めちゃくちゃイベントするのはね、まだまだ、公開していない詳細があるんですけども、10月もいっぱい歌っていこうと思いますので、皆さんぜひぜひぜひ応援お願いいたします。あと1分でなんと番組終了。今日はね、ちゃんと綺麗にオンタイムで終わりそうで安心いたしました。それからね、10月の頭でこのマキシの隣にいたいよ、なんと1周年になります。イエイ。もう1年間ね、このイベントじゃないや、このラジオをね、毎週続けてきたんです。そして、その10月の一番最初第1週目がなんとね、放送第50回目というわけで、めちゃくちゃめでたい日になっております。この10月の第1週目は特別編ということでね、何やら企画を考えて、まだ考えていないけどちょっと長時間でね、生配信でね、なんか動画とかもね、載せてね、めっちゃ盛り上げていきたいと思います。今後ともマキシの隣にいたいよ、よろしくお願いします。はい、それではお別れの時間が近づいてきましたので、
また来週この時間にお会いしたいと思います。